こんばんは。リサーチスタッフ、ヒデの波乗りラジオ。全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えて、いつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。というところでね、昨日大丈夫でした地震。千葉県では震度6じゃない、震度4。そう、福島県で震度6でしたね。いや、千葉県でもね、停電があってね、怪我の報告がありましたね。どうでした？どうでした？リスナーの方、東北の方、大丈夫でした？自分はね、この地震をね、大きいぞってね、直感してたんですね。なぜかというとですね、23時34分にあった今回の地震なんですけど、この地震の30分前ぐらいですかね、震度1前後の揺れをね、感じてたんですよ。そんなの感じれるのと思うんじゃないですか。感じれたんですね。なぜ地震を感じれたかというとですね、バランスボールに乗っていたからなんですね。バランスボールをね、椅子代わりにね、パソコン中だったんです。そうなんですよ。なんか気持ち悪いなってね、思ってね、小さい地震かなみたいなぐらいに感じたんですね。要は余韻ですよね。余韻じゃねえよ。すいません。ですよね。失礼いたしました。このね、余震を感じてて、そこからグラってきたんで、あ、これはやばいな、というぐらいのね、感じがありましたね。なんか、すごかったですよね。揺れがなんか、大きい、縦にとか横に大きいって感じがして、でしたよね。なんか、波待ちしてるかのようなね、揺れでしたね。いや、投稿をね、拝見したんですけど、東日本大震災を経験してた方はね、やっぱ震源地も同じでね、さぞ恐ろしかったのではないかとね、心底思いましたね。これは体験した方しかね、わからないことかと思います。いや、まだね、余震の可能性ありますからね、本当ね、十分に注意していただきたいと思います。いや、でも本当ね、たまたまですけどね、自分がね、感じたような感覚を持っているとね、サーフィンにもプラスになると思います。この肌で感じるようなね、感覚。これ結構重要だったやつですね。後半にそれをお届けしていきたいと思います。それではね、まずは全国の波情報本日の振り返りからですけども、津波注意報も解除されてね、ほっと一安心ですよね。東の海上に移動した低気圧からのうねりっていうのは続いていますね。新たに大陸からは高気圧が移動してきていますね。で、日本海側はその低気圧からのうねりが若干ですけども入り始めてるって感じですかね。で、高気圧からね、吹き出しによるうねりもね、出始めたって感じですね。太平洋側は東の海上からのうねりが続いているって感じですね。続いてサイズは控えめながらも広い範囲で遊べていたっていう感じでしょうか。で、風はですね、南の海上に高気圧があるので、その影響でね、全国的に穏やかなエリアが多かったかなと思いましたね。はい。新たに東の海上から東じゃない、新たにね、明日はですね、ごめんなさい、明日の波予想ですね。明日はですね、新たに西から低気圧が移動してきます。この低気圧は本州を横切り、そう、横断しそうなので、天候がね、下り坂になるとともに、うねりがね、早いうちから出そうです。で、日本海側、うねりが反応するエリアと、抑えられるエリアとに分かれてしまうかもしれないですね。で、太平洋側は、はるか東からのうねりが続きながら、西エリアから徐々にうねりが出てくるんじゃないかなと思います。で、風と雨もその低気圧のかかるエリアからね、強まるので、ちょっと気をつけたいところですかね。西からだから雨が降ってくるって感じですね。千葉もね、夕方にはね、もう曇ってきてましたからね、エリアになったね。はい。というところでね、明日の出戻りサーファーエンジョイレベルはというところなんですけども、星3つかなってところですね。風が徐々にね、西から強まってきますね。
で、波のサイズは本日より上がっていきますが、まあ同時にね、風が気になってしまうので、朝一が無難じゃないかなと思いますね。それでは今日の一言はですけども、バランスボールに乗ってたから地震に気がつけたわけですが、感覚で感じていたっていうのがね、大きいのかなと思います。この感覚っていうのはね、とっても大事ですね。例えばサーフィンで抵抗するときの感覚って、ボードがね、滑り出す感覚だったりするじゃないですか。これ本当に感覚ですよね。これ唯一の慣れな気がしますね。うん、やっぱ自分のね、生徒さんでもね、思いますけどね、これは唯一慣れてほしいなって感じがします。結構ね、ここにどうしてもね、苦戦しちゃうのかなっていう気もしますよね。で、それができればね、走ったぞってね、走った、よし、立つぞって感覚。ね、この感覚はね、がまあたまらなかったりもするんですけども、でもそのね、感覚っていうのはとっても大事じゃないですか。で、ライディング中もね、感覚で覚えるっていうこの意識をすると不思議とうまくいく場合もあります。でもね、これはね、あくまでですけどね、個人差がかなりあるかなと思ってます。なので一度やってみてね、全くわからない場合はね、スルーしてください。この感覚がわかるって方はね、意識するとめちゃくちゃ効果があると思うのでね、一度やってみて、あ、合うな合わないなってあると思うんでね、そしたら合いそうだなと思ったらやってみるっていう感じがいいかなと思います。これね、両極端だと思うんでね、全くわかんないっていう人ももちろんいると思うんでね。で、どんな感覚かっていうとね、それはね、骨ですね。その骨から骨へ伝える感覚です。骨がどうつながってるかね、ここの骨を動かしたらどう連携する、連動する、この感覚を持っているといいですね。もちろんね、その周りの筋肉なんですけども、筋肉って意識がね、しにくいじゃないですか。なので骨の連動なんだよっていう感覚ね、意識がね、しっくりくるって方はね、ラッキーかなと思いますね。いや、元を正すとね、骨ですよね。骨で繋がってますからね。そこがね、理解がね、感覚的にできれば、なるほどってなるんですね。なので、手首から肘、肩を抜けて、背骨から骨盤、そしてね、膝、足首へ抜けるって感じですね。そうなんですよ。手首から足首まで繋げられることができれば、これはね、骨は繋がってますからね。この感覚があると、手首をまず動かさないとライディングができないんだなってわかると思います。で、上半身の骨を動かすことで、ボードに伝えるんですね。この感覚をね、意識できる方は、意識してね、肉トレイメトレをね、してみてください。それができたら、ね、スケボーでトレーニングって感じですね。そして、サーフィンでいい動きができるはずなのでね、やってみてほしいです。ですけどね、これ言いますけども、個人差がかなりあるので、合う方はやってみてくださいっていう感じですね。結構ね、これ人による、本当に人によるんでね、分かる人はね、すごいなるほどってなるんですけどね、分からない人は全く分からないって、いや、つながってねえしみたいな感じになっちゃうんでね、そちらの方はご了承くださいって感じですね。というところでね、今日は終わりたいと思います。じゃあ明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。ぜひね、やってみてください。リクトレお願いします。それじゃあまた、バイバイ。